皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。9月23日に放送されたドラマ、海の始まり、フジテレビ系の最終話。世帯平均視聴率は9.5%で、番組最高の数字を記録した、ビデオリサーチ調べ、関東地区。写真あり、げっそりしたようにも見える目黒連果たして体調は 大学時代に交際していた女性が知らぬ間に子供を産んでおり、その女性の死後、子供を引き取る決心をする人気の目黒主演ということもあり、期待が集まったが、放送開始直後から、重すぎる、ホラーなどのネガティブな声が多かったことも事実。最終話が放送されると、X では、最終話、やっぱりこのドラマは、海の始まり、じゃなくて、水着の呪い、だなと。 最後の最後まで、とにかく水木が嫌いでした。勝手に内緒で産んで、勝手に夏が父親になることを想定して、計画的に夏を縛り続ける。リアルホラー、結局、何を伝えたかったの結局、すべて水木の思い通り。振り回すだけ振り回し、人の幸せをぶち壊し、思いを寄せてくれる人を傷つけて、マジでやばい女だった。 一番の被害者は弥生さんだよ。かわいそうすぎる。後味悪すぎて感動なんて1ミリもできない。ラストも、はなんなのこの終わり方、だった。イライラするから最後どう決着つけるのか知りたいから見てたけど、今後二度と見返すことのないドラマだってことだけは理解した。との意見が多数見られる。また、最終話放送直前には、 目黒が自身のインスタグラムでドラマの視聴者に向けてメッセージを記したことも注目を集めた目黒さんがインスタグラムに掲載したのは1800字を超える長文です誰にも言えない環境状況で妊娠して出産して子育てをしてる方もきっといるしそんな人たちが誰かに頼れる誰かと向き合える環境があってほしいなって心から思います 妊娠・出産というたっとくて難しいことを完璧に正しい選択がすぐできるのが当たり前じゃないだろうし、黙ってた隠してたのが悪い。勝手に産んだから仕方ない。と責められたり、追い詰められたり知らなかったから仕方ない。知らなかったから責任はない。とか逃げられたり、許されるそんな世界がリアルであって欲しくないです。など、ドラマのテーマや世界観を自分の言葉で丁寧に綴っています。 芸能記者この目黒のメッセージには「最終回を見終わって目黒くんのインスタを読むとこのドラマの解像度が上がるしこのドラマの総評でもあるようで改めてすごい」と共感する声が多数あるが一方ではこんな意見も「めめのインスタ見てもわからない」「特に子供を妊娠する」「産むってことは無責任に」「黙ってやることではないし」 黙ってやるなら人に迷惑をかけない最大限の方法を考えないとやっちゃダメだよね。メメがインスタで言ってることってドラマとちょっと違うくない。って思ったのは私の理解力不足か。良くも悪くも視聴者の感情を揺さぶったドラマではあったようだ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。